はい、どうも。今日はあいにくの雨です。鳥取に移住をしてきて早半年が過ぎました。それでね、で鳥取には実はなんかインターネットでも言われてる黄金神社っていうのがあって、でそれは鳥取の儲け神社で、ここ今僕が住んでるところの福栄神社で、あとは日南町じゃないか、日野郡の鴨地神社っていうところがなんかね、金運をねパワーアップさせるっていうパワースポットなんだって。で今それの2つ目、この間は鴨地神社行って、これがね福栄神社なので、まあちょっとこれに行ってみます。はい、でこれが福栄神社の鳥居でね、まあ、あと、ここ、さっきね、売店のおばちゃんに捕まってしまい、まあ、ちらっとね、黄金神社って呼ばれてるのを、ちょっと聞いてはみたんだけれども、まあ、実はそれね、勝手にテレビで、取り上げられてしまっただけで、まあ、別に、そういう鴨地神社が金運をね、ものすごい強くするっていう神社なわけでもなく、まあ、要するに、その、鴨地、あれをね、金持ちって書いて、鴨地、って読むんだって。で名前の由来もちゃんと書いてあるけれども、貨物っていうのは金物を持ってる、要するにここら辺っていうのはもともと鉄鋼、鉄がよく出るところで、おー熱い、まあたたらがここにもあったり、であとその日南町の日野のところはあそこにもね鉄鋼が出る採掘場があるんだよね、すぐ近くに。まあもちその影響で鉄が出る、金物があって、で、まあ、当時鉄の相場も良かったから金物持ちで、金物鉄を持ってる、でそれがなんか鳥取の方言でなまって短くなって、貨物っていう風になって、それを字で書いて金持ちっていう風になって、でどっかのテレビが勘違いして、それを金持ちになれる神社っていう風に報じちゃったもんだから、まあ開運とかパワースポットが好きな人がまあ殺到しちゃってるっていう状態なんだって。でもまあそうだな、イワシの頭も新人かなな感じだね。でちょっとあそこにまで登るわ。はい、それでまあ一応これ登ってる最中だけど、やっぱりね、すごい杉の木が立派、めちゃめちゃね木が立派っていうかぶっといよね。でここが境内か、いやーでもすごいな。そうレンズが曇っちゃう。はあ、でもちょっといった入ろうか。今あとね、ここにも福栄というか8つの稲葉白美の開運発車巡りっていうのがあるようで、まあ一応その神社を巡ってスタンプを集めるっていう県が作ったのもあるようだね。まあちょっとここでお参りしないと。人に左右されない生き方ができますように。お金に困らないように生きれますように。本当は移住が成功しますように。